はい。ハッピー世界線の皆様、こんにちは。竹千代です。今日はですね、まだ HB×WA5 システム手帳始めようシリーズの HB×WA5 のリフィルのね、いろんな紹介をしていきたいと思います。一応、私の今持ってるリフィルの中には、もしかしたらもうね、あの、廃盤になっているものもあるかもしれないんですけれども、えこんなリフィルがありますよっていうことをね、一応紹介をね、していきたいと思います。 HB×W a 5はですね、まあ、システム手帳を取り扱ってるところとかでは、えーまあ、展開はあると思うんですけれどもそのうちねなんかフラクシッグ ショップみたいなものがあって、えー、そこは何かって例えば「丸の内の丸禅」とかねそう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 ,いう東京だとえー、っとそこと <laughs> そことって言ってすぐね思い浮かばないんですけれどもでちゃんと HB×WA5 のコーナーがきちんとねあるお店っていうのが全国にありまして、えー、そちらをリフィルのね私が今作ってるリフィルサンプルって呼ばれるものが。 えーと全国をこう回るみたいな、ね、ものが来年もございますので今、えー、この HB×WA5 シリーズのシステム手帳の中身を作ろうの中で書いてるリフィルはいずれ皆様もそのフラッグシップショップの中で見れますので、えー、楽しみに、ね、していてくださいじゃあちょっとね紹介を、ね、していきたいと思うんですけれどもまずはちょっとメモ系のリフィルからいきましょうかねメモ系のリフィルからいきましょうまず もう最近ね、アッシュフォードのイベントってなると結構出てくるものなんですけれども、こういったリフィルですね。これ何かっていうと小口がね、見てください。小口にイラストっていうか絵が入ってる、デザインが入ってるの分かりますでしょうか この小口にデザインが入ったリフィルっていうのは、えー、その店舗によってね別にイベントのたびに毎回毎回出るわけではなくてまて、あ、ミニ六とかなんかこういう HB とかねいろんな,なんかサイズで出たりとかするんですけれども一応こちらのニャッシュフォードの手帳カラフルってやつは丸善で丸の内の丸善で購入しました。 でこっちはかな、うん、すみちょっとごめんね、あの私も定かではないんですけれども、えーまあ、こういうね、小口リフィルっていうのが、イベント限定で、あと、あるいは店舗限定でね、えー、出てたりとかするので、もし、 え、無地リフィルでいろいろ見てみたいなってなった場合は、そのお店に行ったりとかすると、こういう風に限定のリフィルがたまーにね、えー、あったりとかするので、ぜひぜひね、そちらもね、ちょっと楽しみにね、えー、していてください。一応そのフラッグシップ。 ショップに関してはね、多分そのうちまたえーとまあ来年になっちゃうかもしれないけれども <laughs>、アナウンスがねあります。この店舗もありますよっていうねアナウンスがございますので、えー、そちらもねアッシュフォードのアカウントをチェックしてみてください。 私はですね、この小口がこうやってデザイン入ってるね、リフィルに関しては、めちゃくちゃね、このリフィル書きやすいなと思っております。書きやすいっていうのは何かっていうと、マンネースで書いた時に、私が使うインクは別に滲にんだりはしないっていう感じかな。うん、<laughs> いつも、えっ、ー、と、こっちのね、HB×WA5 の手帳の中でも、無地のリフィルって色々使ってると思うんですけれども、 これね無地のリフィル使ってますけれどもこれも小口系の小口のねデザインが入ったリフィルなんですねで一応一応私が使ってる中ではもう全然なんかその何て言うの例えばめちちちゃゃゃく滲んでしまっっって困たたみたいなこことともなくくねね快適に、ね、書ので,で私が常日頃使ってる HB×WA5 の無地リフィルに関してはもう小口にデザインが入ったリフィルだと思ってください でこれがねまあねこの小口のねリフィルもねめちゃくちゃいいんですけれどもあとプラス、えー、こちらの小口シルバーと小口ローズゴールドっていうのがあってこれもねこれもね同じ紙だと思うんだけれどもあのマンネイストの相性もいいですあのスル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 書けるようなね紙になっております で、こっちの小口シルバーの方は、こっちらピカピカしてるのがわかりますでしょうかシルバー、キンキラキンになってますけれども、で、こっちはシルバーでしょで、こちらが、えー、小口ローズゴールドですね。で、小口ローズゴールドの髪の方が、やあの、若干クリーム色っぽいので、もし、うーんーと、こういうね、髪のね、その明度、その明るさによっては、敏感な人はね、あんまりこの、 発色がね、あまりにも白すぎると、そっからね、なんかね、目、目からね、頭痛になっちゃう人もたまにいるんですよ。うん。明るすぎる。私もなんか、偏頭痛の時とか、こういう真っ白な髪見ると、ああ、明るいみたいなね、えー、なってしまうんですけれども、えー、そういうちょっと明るめの髪苦手だなって人は、こっちの小口ローズゴールドはとってもおすすめです。とってもね、目に優しい色なので、えーっと、そんなね、もう目がね、バチバチすることもなく使えると思うので、えー、おすすめでございます。 なんで、もし、私が、アッシュフォードのリフィルの中で、マンネイスと結構相性良さげな、 リフィルってどれですかねって聞かれた時に答えるのはこういう小口ローズゴールドとか小口シルバーあるいは小口にデザインが入った限定のリフィルとかを案内するようにしております。うん。だからそれ以外のリフィルもね、あの、やっぱインクによっては相性のいいとかってあると思うんだけれども、ただ、うーんと、結構こちらのね、小口シルバーとか小口ローズゴールドのリフィルっていうのは、例えば今までだとあのラミーとね、 万年筆、ラミーとコラボした時とかも、えっ、ー、と、ラミーの万年筆にプラス手帳がついてて、プラス中にリフィルが入ってる状態で売られるっていう、えー、場合がね、結構さ、この、 前,前もあったんですけれどもえその時に一緒に手帳の中に入ってるリフィルは小小口口ローーーズゴルルドもししくは小口シルバーでした <laughs> なのでマンネイスと非常にまあ相性がいいので割とねどんなやつでもスルスルね描けるんじゃないかなと思いますマンネイスユーザーの人は、えー、こういったね小口の小口で遊んでる系のリフィルを選んでいただくと快適に描けると思います ただまあその他に、えー、ちゃんとこういう普通の無地のリフィルとかね普通のこのこの方眼のリフィルとかもありますただ柿柿これ紙はどうなんだろうなちょっと私は別に髪の専門家でも何でもないのでわかんないんですけど私は別に同じなんじゃないかなと思うんですけれども <laughs> どうなんだろうねただその紙の場合は 紙の場合はね、なんか例えばそのロットっていうかえーとねーこういう紙の紙物ってさいっつもさそのさ、印刷印刷所とかなんかいろんななんかその紙のねこうやるところって工場さんってもうバカでかいこのロ,ロールのねこの <laughs> ね タバが、えっ、ー、と、裁断されてリフィルになったりとかするんですけれども、それの外側なのか内側なのかね、芯に近い方を使ってるのか、外側を使ってるのかで、やっぱ多少はね、やっぱ違うらしいんですよ。私も今まで全く同じリフィル同じ名前の同じリフィルのはずなのに、あれなんか今回、え、全然滲みが少ないな、みたいなね、時があったりとかするので、もしかしたら、 あの、同じね、その無地のリフィルって言って、えー、リピートして何度か買ってても、あれなんか書き,ご書き心地がいつもと違うかみたいなね、微妙に違うかみたいなね、思うことがある場合は、もしかしたらその違いかもしれないです。その内側なのか外側使ってるのかみたいなね。うん。そこら辺ちょっと紙の専門家じゃないんでちょっとわからないですけれども、とにかく私がおすすめするものね、万年筆ユーザー、特に万年筆ユーザーにおすすめするのは、こ、っちの小口で遊んでる系のリフィル、 の方が私はどっちかともうボールペンはどのリフィル使っても全然快適に書けますのでどれ使ってもいいんですけれどもあとただね小口のねこのねローズゴールトとシルバーは別にいいんだけれどもこの絵が入ってる方に関しては。 例えば、10枚しか入れないとか、20枚しか入れないとかね、えー、手帳の中に。そうなってくると、絵が何も見えなくて、これは一体何なんだっていう感じのリフィルになってしまうので、そういうのがちょっと気になるよっていう人は、こっちのシルバーとかローズゴールド選んでください。ただ、このシルバーとかローズゴールドのこの小口のリフィルっていうのはね、HB×WA5 だと無字がないんですよ。あのドット方眼しかなくって。このね、えっ、ー、と、 口シルバーローズゴールドは、えー、HB だとドットホーガンしかなかったり M5 だと無地しかなかったりミニ6だと横の K 線のやつだっけ <laughs> なんか、ね、サイズによってねこの 形線しかないみたいなものがあったりとかするので HB はとにかくあのドット方眼なので、まあ、これはドット方眼だったらまだ書きやすいと思うんですけれども、まあ、そういうサイズによって展開の違いっていうのがあるのでえそこもね、えー、お気をつけくださいでこのリフィルでしょあとは、えー、とカラーのリフィルですねカラーのリフィルも結構ございましてですね はい。まず、赤。<laughs> 飛び切りの赤ですね。これね、画面で見えているよりももっと真っ赤です。この赤のリフィルね。で、あとは黄色。これもパキパキの黄色ですね。で、こちらのカラーリフィルに関しては、ちゃんとね、ここの字の色と、この紙の色と、このロゴの色 がね、なんかあのバイカラーみたいな感じでちょっと違うねカラーになっててすごくかわいい感じになっております。まあ、赤黄色まあもともとはサックスブルーとあとピンクとかがあったと思うんですけれども、まあ、ピンクでしょ あとはこちらグリーン、うん、それとこれ限定カラーなんですけどパープルあとはオレンジみたいな感じであります今はちょっとブルーがない状態ですねブルーがなくて申し訳ないんですけれども一応カラーリーフはこんな感じで結構色とりどりね、えー、出ておりますので好きなカラーとかね見つけてみてください で多分ねこの赤のリフィルとかね一体描いたらどうなるんだって思うかもしれないんでちょっと描いてみるんですけど他のねカラーのリフィルは別にそこまですごい濃い色濃い色でも黄色とかすごいとっつきやすい色だしそんなに、あのー、何筆選ばないと思うんですけれども赤はねちょっとどうなるかっていうと今ちょっといつもね使ってる。 ブルーのインクが入った万年筆、こちらのミュージックニ部でね、ちょっと書いてみますけれども、まあ、だいぶそうだね。<laughs> ああ、いい上を。この赤に関してはね、赤リフィルに関しては、関しては、あんまりそのインク色っていうのは、そんなに、インク色がね、わからなくなるかな。 なんかなるだかこれ本当はブルーのね水色っぽい色のリフィルリフィルじゃなくてインクなんですけれどもいつも使ってるさこういうねカラーのインクなんですけれどもこういう赤のリフィルに描くとかなり濃い感じで写ったりとかしますね。なんでその色インクのね色をちゃんと活かしたいよっていうことであれば赤以外の色がいいだろうしまあこういうさ 赤いパキパキの赤のリフィルって多分探してもないだろうから <laughs> そう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 なのでちょっと目立つ色で、えー、目立つカラーのねリフィルが欲しいんだよねっていう人は多分この赤は手帳に入れておくだけで超目立つと思いますので、まあ、それはねそういう方向ではおすすめですね私はね大体ね、まあ、これもね使ってたんですけれどもこの赤使う時は結構黒インク使う時が多かったですね黒インクでプラスであとはなんか貼り物チェキとか貼ったりとか とかあとはまあなんかシール帳みたいな感じでシールペペペって貼ったりとかね、えー、そんな感じで使うことが多かったような気がしますでこのカラーリフィル他にもねございましてですね、えー、ブラックリーフもありますこのブラック系のリフィルって一時期ねそれこそあのジュースアップとかのパステルカラー系のジュースアップがすごい流行った時にその時にこの黒い付箋とか 黒い紙とかもめちゃくちゃ出たと思うんですけどこれを見てる皆さんも一時期ね黒い付箋とか使ってたっていう人もいると思うんですけれどもまあそういうタイミングで出たリフィルですかねそういうタイミングのところに出たやつだと思いますでこちらもブラックリーフねこれ多少はねあのー、書くよりもうんーとね まあここにもね写真用紙としても使用できる厚紙仕様カラーペンが映える黒いリフィルですって書いてあるんですけど私はこれをどういうふうに使ってたかっていうと例えばあのあんまりその手帳をねパラパラした時に人に見せたくないリフィル予定が書いてあったりとか個人名が書いてあったりとかする日記とかねそういう、えー、ものを なんか隠したいとき、表から見えないようにしたいときにこれ使ってて、これをどうやって使ってたかっていうと、ちょっと今ね、このプロッターのね、リフィルをちょっとバイブルサイズ試しに出してみたんですけれども、あの、バイブルサイズでこのリフィルを使ってたんですね。で、その時に何、どうやって使ってたかっていうと、これを目隠しにして使ってたんですよ。こういう風にして、で、ここの余分なところ、バイブルサイズよりも HB って大きいからさ、この余分なところを、 こうバイブルに合わせてこうやって折っとくのねそうするとこんな感じでもう表からは全くその内容が見えないなんかホルダーみたいな感じで使えるというような具合で私はこのブラックリーフを使っておりました。 例えばなんかまあ個人的なまあ計画とかさあと人によってはやっぱりウィッシュリストとかも見せたくないなかったりとかするじゃないそういうふうにちょっと見せたくないなこれは隠しておきたいなっていうリフィルもこういうブラックだったらさもう何も見えないからさどんだけこん中がさ濃い色の、ね、インクで書いてても何も見えないからなんで目隠しリフィルとして、えー、こちらの、ね、ブラックは、ね、結構使えたりとかするので、えー、そういう使い方をしてました、まあ、ただまあ写真とかね貼ったりとかしてもいいしシール貼ってもね 映えるだろうしねそれこそさっき言ったみたいにジュースアップとかあとそれ以外のパステル系のカラーのペンって今いっぱい出てたりとかするのでパステル系じゃなくてもビビットなカラ,カラーでもねこの黒に映えるカラーペンとてねいろいろ出てたりとかするので、えー、そういうのを使ってまあ日記とかね書いてみるのもおすすめですただ私はこういう使い方をしていることが多かったっていう話ですね。と,とこれと。 あとは、こちらですね。これがね、限定だったか限定じゃないのか、一般販売なのかちょっと忘れちゃったんですけれども、クラフトリーフっていうのもあります。これは普通のクラフト用紙ですね。よくなんかスクラップとかするじゃないですか。私もね、手帳の中でスクラップするときにね、このリフィル使ってたんじゃないかなと思うんですけれども、どっかで使ってたよね。確かあったよう、ね、な気がするんだけど。 あ、あったあった。あ、すげえ、全然意味ない使い方してた。見て、ちゃんとさ、このクラフト用紙使ってるんだけどさ、見て、もう全部覆われてたわ。<laughs> 用紙が全く持って、全部覆われてましたね。まあ、こんな感じで、その貼り物とかね、あと雑誌のスクラップとかとは本当に相性がいいので、こちらのね、リフィルもね、あるとね、便利かもしれないです。それこそ旅の思い出とかを貼ったりとかするときね、こういう紙だと雰囲気が出るので、えー、そういう使い方がね、おすすめです。 あとはちょっと特殊な感じのリフィルになるんですけれども、こちらのログリーフですね。私、これログリーフは今ライフログとして使ってるリフィルになります。あの、ライフログっていうのは私がここにさ、何時何分まで書いて、その時に何をやってたかみたいなことをベーってね、日々記録をつけてるんですけれども、えー、その時に使ってます。 ただもともとこれねログリーフね、えー、議事録レシピ勉強など様々な使い方がありますってここにね書いてあるんですけれども私はもともとこれはね読書記録として使ってましたここに本の,本のタイトルを書いてでここにページ数を書いてここにかなんか抜き出した本文とかね、えー、自分のそれに対する感想とかを書いたりとかして、えー、読書記録として使ってたんですけれどもいや今はもうライフログとしてここを時間軸にしてここをその内容にして 使っておりますすこれも便利ですねあの値段ねごめんなさいに、ね、言ってないんですけれどもあの値段がで、ね、書いてないのよ。<laughs> これはね600円プラス税ってなってるんだけれどもただこのね値段はねあのー、ぶっちゃけね当てにならんな今なんかいろんなものが値上げしたりとかしてるんで別にそのメーカーすねアシュフォードとかだけじゃなくっていろんなところでいろんなものがちょこっとずつ値上げしてるのでもしかしたらちょっともう今ねこの値段じゃないかもしれないんですけれども。 あの、オンラインね、アッシュフォードのオンラインストアの HB×WA5 サイドのページとかリフィル開いていただくと、えー、今、現行販売しているリフィルとかね、バーって見れますので、もしね、あの、私みたいにね、あの、ど田舎に住んでて、なかなかそんな HB のね、売り場とか見に行けないよという人はオンラインショップをね、ぜひぜひ見てみてください。で、これと、あとはトゥードゥーリストのね、リフィルもあります。 こんな感じで、ドント・フォーゲット。これもだいぶ昔に買ったやつなんで、もうなんかここら辺がさ、結構、あの、ハゲかかってるんですけれども、こういうドント・フォーゲットっていうね、これはね、あのね、黄色のリフィルになりますね。今、こうやって動画で、画面で見えてるよりも、だいぶクリーム色のリフィルになっております。こちらも目に優しいようなね、感じのね、えー、リフィルになっております。 フォーマットがこうですね月日が書いてあって項目があって、えー、ここに予備欄があってこうチェック項目があってここにタイトル書けるみたいなね、えー、リフィルになっております、まあ、ただ HB×W 英語の場合は別に HB 以外のリフィルも使えるのでバイブルサイズもしくはナローサイズのリフィルも使えたりとかするので ドントフォーゲットこういうね、トゥードゥーリストとかに関して、ここまで大きくなくてもいいやっていう人は、ナローとかね、使ってみるのもおすすめです。まあ、その方がもしかしたら分かりやすいかもしれないですね。その、一日を区切るっていう意味でも、えー、そういう違うサイズのリフィルを使ってみたりとかすると面白いかもしれないですね。で、これと、あとは日付系のリフィルになるんですけれども、こういったね、今も使ってますが、 日付なし見開き1週間レフト式。これ週間レフト式ですね。週間レフトって何かっていうと、左側に1週間分書けるようになってて、右がフリーのページになっているものがレフト式なんですけれども、こちらのリフィル30枚入りですね。であとは、こちら。これも今 HB×W 英語の手帳の中に入ってますけれども、 日付なし週間ダイヤリーブロック式になっております。これ見開きで1週間。で、ここに、えー、と、四角のね、ポチ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 とありますけれども、まあ、ここに例えば、その週のやる、やらなきゃいけないことだとか、終わらせなきゃいけないことだとかね、あとはなんか、えーとまあ、なんかリストとかでね、チェックリストにしてみて、いろいろ遊べたりとかね、するリフィルになっております。割とね、これね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11行ぐらい。 あるるのでこっち見るって話じゃない <laughs> 結構ね、行数があるので、なんで、日記とかはね、すごい書きやすいと思います。でもしくは、私は、ね、いつもの中に、もう日記書くの今日めんどくせえなっていうときは、シールパーンと貼ってね、終わったりとかね、しております。ね、で、あとは、えー、っと、このファイルケースリフィルね、これも私が好きなリフィルですね。これ、ここに書いてあるのを、ね、見るとわかると思うんですけれども、 この手前のね、部分にね、スリットが入ってて、ビングに入れたまま、ベベベベベ,ベって中開いて、中身取り出せるものになっております。これは便利ですね。私はこの中に、えーと、例えばなんかまあ、レシートとか、あと貼り物で使いたいものとかね、えー、そういうのをしまっておいて、そのなんかデコしたいなっていう時に、ここからベベベベベって出して、そのデコ素材をね、こう取ってみたいな感じで使ってたりとかします。で、このファイルケースに関しては、HB×W a 5以外で、 以外のサイズでね、えー、バイブルとかも出てるし、えー、とミニ録とかも出てるし M5 も出てるしということでみんなあの。 多分全サイズ出てたと思うので、もしね、こういう形式のやつは気になる方、で、HB×WA5 サイズ以外を使ってる方でも、これはね、ファイルケースはあのオンラインストアで検索してもらうと全サイズ出ると思うので、こちらもね、見てみてください。ちゃんとリングを開かずに開閉できるファイルケース、インデックスにタイトルを書くことができますということで、インデックスがついております。私はこのインデックスがもう大好きで、このね、インデックスを商品化してほしいんですよね。これね、ほんとね、すっ すごいシンプルなインデックスなんだ。この全部が真っ白なの。インデックスってさ、普通さ、なんかこう四角で囲ってあったりとかするじゃん。四角で囲ってあるとか、もしくは色がついてるとかね。これはね、もう真っ白白なんですよ。で、貼った、貼った時に、控えめにこう出てくれるのね。 もうここに当たりますみたいな感じであのビャーンって飛び出すんじゃなくて控えめになんかもうてっぺんから出てくれるのでこのインデックスシールこそねあの商品化してほしいんですけれども <laughs> 私はもう何年も前からねそれは思っておりますであとプラスこういったあやべ落ちてしまった <laughs> ちょっと拾い集めてくれますよいしょよいしょあとはこういった名刺ホルダーとかもあります まあこれはね、まあ使う人は使うだろうって感じ。私はあんまり使わないですね。名刺ホルダーはね。でも名刺ホルダーとか結構切っ,切ったとか、切っただっけ切って、切って。切っただよね。切っただよね。切ったとか入るのかなワンちゃん。どうなんだろう。で、これと、あとはもう一つこれ、クリアポケットトップ。これは普通のポケットです。あの、上からね、ブブブブって入れられるような、えー、クリアポケットになっております。これはね、 hb かける w a5 ジャストサイズだから、まあ例えば、えー、っと、まあこういうリフィルにね、あの大事な情報を書いたとするじゃないですか。で、このリフィルだけは汚したくないなとか思ったら、えー、そのリフィルをそのままこの中に入れるだけで、あのリフィルが保護できます。<laughs> 意味わかるかなょちょっと1枚出してみますけれども。よいしょ。 ま、例えばさ、えー、っと、これにね、このリフィルにすごい大事な情報を書きました。これは汚したくありませんっていう場合は、こういう風にリフィルをインして、インして、で、このまま、このインしたまま閉じる。よし。ちょっと穴を合わせられるこれ。これ穴を合わせるのすげえ大変じゃない <laughs> 穴がちょっと合わないんですけど <laughs>。 え、てか、このリフィル曲がってないえ、このリフィル曲がってるんだけど、ちょっと待って、これ、これが曲がってるわ。これだけかちょっと待って、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 待って。嘘やん、マジか。<laughs> あ、このリフィル曲がってるね。うん、今ね、なんでこんな曲がってんだろうと思ったらさ、出発地点がおかしいわ。こっちさ、すごいギリギリじゃんすごいギリギリじゃん これは、ここ、ここが正常なのよ。ここの、ここに、ちょっと幅があるのが正常なんですけど、ここがね、上があまりにもギリギリになってるせいで、今リフィルが合わなかったですね。あ、ただごめん、これね、あの、ぶっちゃけ別に、今買ったやつじゃないからちょっとわからん。<laughs> 今買ったやつじゃないからちょっとわからんけれども、だいぶずれてるね、これ穴がね。 まやれない。まあ、リングに入れられないこともないかな。どうだろう。今こんな感じで結構ずれてますね <laughs>。ま本来であればこれずれないので、ずれないで普通にね、えっ、ー、とこうやって入れると、そのまま、えー、とリフィルを入れたままこう閉じられるようになってるはずなので <laughs>、はずなので皆様よろしくお願いします。このまま さあただ単,単純にこれより HB×WA5 より小さいものを入れるんだったら全然この穴の位置とかさそんなちょっとまずくても全然いいんだけどさもしこの中にリフィル入れる保護カバーとして使うんだったらちょっとこれはまずいね <laughs> でもちょっと待ってこれいつ買ったやつか分かんないからちょっとごめん今のやつがどうなってるか分かんないもし店舗で買う人はね店舗で買う人はちゃんと穴の位置見,見てみた方がいいかもしれないこれた多分ね外から見ても分かると思うこの穴がずれてるのって <laughs> っていうね、意外な発見がありましたね。ミッシャまあ、オンラインストアとかだったらさ、多分返品はするで、返品はしてくれるでしょ、これ。だ,だいぶずれてるもんね、今ね。<laughs> っていうような感じで、こういうのがあったりとか、あとはですね、えっ、ー、と、インデックスも、こういう幼稚園児みたいなやつと、あとはこういう、えー、ちょっとごめんね、わ,わしが映っちゃってる <laughs>。 <laughs> こういう、えー、と黒とか、ね、グレーとかの落ち着いたトーンのものもあります。でこれサイドサイドにこうやってインデックスがついてるタイプとこのトップにインデックスがついてるタイプ両方ありますのでそれは自分のねそのお好みで選んでみてください。あとはこう下敷きもありますしあとはこのブラックのねケースもあります。これはもうね中身がもう何も見えないのでこんな感じでね。 中身何も見えなくなるのでこれはもし何か例えば領収書とかさ自分の名前で切ってたりとかさ会社の名前で切ってたりとかさなんかあんまりなんかその見せたくないやつ外にね外に出したくないものとかはこういう大事なケースに入れとくといいかもしれないですねあとはこういうペンホルダーリフィルもありますこれはルガードのペンホルダーリフィルかなうん はいね、と、ここちゃんとカワイになってるやつですね。と、プラス、あとこういったリフィルもあります。これがね、スリットが入ってて、リングの開閉しなくても、そのままリングにベコ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 って入れられるんですけれども、ここになんかペンケースついてて、あ、でも切れてる、ごめん。<laughs> ペンケースついてて、あとここにもね、ポッケがついてるんで、ここにね、本当はね、あのー、リフィル をねさせるんですよリフィルさせるっていうのはねえー、っとねちょっと待ってあるかなもしかしたらあるかもしんないその専用のリフィルがちょっと待ってあだだだだだそう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 ,そう,そうこういうのがあってなんか2023年6月29日に実際これだけで出かけることも可能だろうって書いてあるけどこれ何かっていうとこう天井にねノリがついてるこういうリフィルになっててこれをね あのここに刺して使えるんですよ刺してこのレポートパッドみたいな感じですこうやって刺して使えるのね。うん、でこっちのケースの部分は何かってゅうとリフィルをこうしまったりとかできるっていうね。で多分ねこういうことを言いたいやつも多分これとこのケースリフィルでここにペンホルダーちゃんとついててね。 これだけで出かけることも可能だろうっていうのは、きっとこの一式セットで出かけることも可能だろうっていうね、過去の私からのメッセージだと思います <laughs>。っていうような感じで、h b × w 英語ってね、割とまあまあ、あの、歴史がある、えー、サイズなので、多分もう11、2、3年目ぐらいかな。うん、そうそう、そんな感じのリフィルなので、結構いっぱいあるんですよ、リフィルが。 うん、なので、あのー、もしね、興味がある人は、一番手っ取り早いのは、アッシュフォードのオンラインストアで、 えー、HB×W 英語のところをクリックしていただいて、そこでリフィル一覧見れますので、そこでまあ興味があったものとかね、えー、そういうの見て、ポチしてね、見てみてください。商品説明もがっつり書いてあるので、わかりやすいと思います。ということで、今日は HB×W 英語のリフィルですね。まあ、いろいろございますが、こちらをね、紹介してみました。 なのでもし興味があるリフィルとかあったらね調べてみてくださいじゃあ今日も見てくださりありがとうございましたではまた明日お会いいたしましょうバイジョー